はい、デレコの石本です。今日はですね、MRS のですね、ちょっとメンテをしようと。これですね、これ、シュアラスターのですね、レジンコーティングというね、色褪せたバンパー、フェンダー、黒ずや復活ということでね、二等層樹脂用コーティング剤ということでね、長期耐久6ヶ月、UV 吸収剤配合、ね、紫外線劣化を防ぐってね、ゴムパーツにも使えるという、こういうなんかちょっと良さげなものだったのでね、やってみようと思います。というのもね、MRS 君はですね、この分かりますかね、この一番このね、ここの部分ね、エアインテープのですね、これ思いっきり外を樹脂で白っぽくなってますね。で、この定番のこのワイパーブレードの下のね、この黒の部分とかもね、結構白くなってて、でさらにですね、これ何とかしたいですよね。これ白いのちょっとね、黒ちょっと色あせてるのちょっと気になりますね。であとそうバックこっちね、この下の部分も、樹脂で割れてます。この部分ですね、この部分を一回やっていこうと思います。中身はですねよいしょ、ファイバークラス、それとセコ用のスポンジですかね、これね、スポンジで、あともう一個、これが本体ですね、これ見えますかね。はい、取説を読んでみるとですね、あらかじめ、施工箇所の汚れを洗い直し、水滴を拭き取ってくださいと。キャップを閉めたままボトルをよく振り、スポンジの柔らかいですね、初回は3滴あたりが目安だそうですね。拭き伸ばして付属の白いクロスでね、磨い拭き取ったら出来上がると。汚れがひどい場合はね、劣化がひどい場合はもう一回何回か重ねる予定と。であと注意事項は、施工後24時間は触ったり濡らしたりしないように注意すると。で今日はね、天気がいいんで大丈夫だと思いますけどもね。かなり劣化してるんで、すぐなんか吸い込んでいく感じですね。全然足らんのちゃうかな。こんな感じですね。ちょっと最初はややたっぷりめに塗った方が綺麗にいきそうな感じですね。なかなかここはなかなか強敵やな。先のトマトでいく感じがすごくしますけどね。一回目ね、反対側いきます。最初これあれですね、結構吸い込みよるな。感じですかね。これを拭き捨て、馴染ませるっていう感じですかね、これ。
いにこうちょっとしっとりした感じになるって感じですね。よし、よし、割といい感じになりますね。奥のが好き、端っこの方がちょっと綺麗になるな。よし、こんな感じですね、はい、お次はこの前行こうか、前行きますか。ここがね、めちゃめちゃ白いんですよね。ちょっとこれやってみますか。で、もう一回から拭き、よしは、で、から拭き、塗ったすぐ拭いた方がいいんですかね。よいしょ、こっちでね。じゃあこんな感じかな。あ、疲れたね。ではもう一回ね、両サイドだけもう一回塗っときますかね。ちょっと疲れてきた。ちょっとじゃないな、めちゃめちゃ疲れてきたな。よいしょ、空拭きをしてと。
よいしょ。こんな感じでいいですかね、ザッザッと。OK。はい、というわけでね、ざっくりと、塗ってみましたですけどね、割とあのテカテカじゃなくてしっとりするような感じにはなるかと思います。でもあのデレックさんのこの MRS 君は、19歳なんで、だいぶあの樹脂がカラカラにあの乾燥してるというかね、劣化してる感じなので、2回塗ってもね、やっぱりだちょっと色ムラになってたりとか、 あと、気温のせいでしょうかね、ちょっとあのこのカラー拭きするときに、クロスのあのなんていうかな、糸くずみたいなのがね、若干こう、つくような感じがしてきました。あんまり暑い時にこれをするのは良くないかもしれませんですね。でもまあまあ、 あのちょっとしっとり落ち着いた感じにはなったので、まあ良かったかなと。しかし暑い、なので、今回はですね、シュアラスターのレジンコーティングね、こちらをねご紹介しましたですけどね。でそうそう、あの一つこのブルースポンジのねこの部分がこう剥がれてきて、ちょっとあの塗りにくいかなと思った次第です。まああとこういうね網目の細かいところの奥のところなんかはね、この先っぽがとんがってて、まあ塗りやすいとはいうもののやっぱり届かないと、まあ、あのまあこんなもんでいいかみたいなね感じで終わりました。ではまあちょっとね、小綺麗になったのでよしとしましょう。はい、この動画がね、参考になったなと、あんまり参考にならないかな、まあ面白かったなと思っていただける方はぜひあのチャンネル登録とグッドボタンですね、よろしくお願いします。はい、エレックの吉本がお送りしました。